時計ファン、世界の腕時計コレクション、4本をチョイスしてご紹介します。時計の委託、アンティーウォッチマンの提供でお送りします。1本目は、ラドー、ゴールデンホース。1960年から70年代頃、自動巻き、1958年に、ラドーの輸入販売が開始され、日本で初めて販売されたモデルである、ゴールデンホースです。現在でも復刻版が発売されるほど根強い人気を誇るモデルです。文字盤は焼けたシルバーダイヤル、12時1下に回転式のアンカーマーク。2本目はラドーグリーンホース。1960年代頃自動巻き、グリーンホースはゴールデンホースに比べて製造数が少なく、かつコンディションのいいものは非常に希少です。アンティーク感漂う文字盤、回転式のアンカーマーク、3時1には赤文字のカレンダー、6時1上にはシンボルマーク、シーホース、タツノオトシゴがデザイン。3本目は、ラドー、パープルホース。ラウンドケースのメンズモデルです。文字盤は、サテン仕上げの落ち着いたシルバーカラーです。ダイヤルトップには、おなじみの怒りエンブレム、下部には、タツノオトシゴのロゴがあり、良いアクセントになっています。インデックスはアップライドのロングバータイプ。バーハンドとのコンビネーション。4本目は、ラドー、パープルホース。裏蓋はスクリューバックです。車外の7連ジュビリーブレスとラドーの革ベルトが付属します。現行品にはないレトロな雰囲気が魅力的な一品です。ラグ幅は 18mm。ケース径は約 34mm、 ルーズ含まず、縦ラグからラグまで約 43mm、 厚さ約 11mm、 風防含む、腕回り最大 19cm 前後です。これらの時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお届けしました。